女子のファイナル1戦目4セット目に入りました。おっと JT のサーブから始まっています。さここはライトドルーズでいきます。ストレートここはアウトになりました。あアウトですね。アウトになった。これはチャレンジですね。 JT が今のは入ってるのではないかというチャレンジですか。今ドルーズのスパイク対してブロックタッチがあったのではないかというさあこれですね。この A あどうですかね。今ブロックに触れているか。4セット目が始まっています。1セット目久光、2セット目が JT、 そして3セット目久光が取って4セット目を迎えました。その入り最初の1点このドルーズに上がった1本が今チャレンジを要求しました。アウトと判定されましたがさあビデオ判定ではどうでしょうか。まあ、なかなか難航しているようです。チャレンジシステム各試合3回失敗するまで使いますがノータッチでした。チャレンジは失敗ということになります。さあ今のドルーズのこのスパイクはアウトということになりました。さあ4セット目最初のポイント久光に入ります。女子のファイナルの1戦目サーブのいい中川です。ここは乱しました。乱しました。返すだけになった。ブロック当てていく。リバウンド取ってここはドルーズがいる。さあドルーズに対してブロック2枚ですが前に狙っていきます。坂井よく上げてそしてつないで石井ストレートコースがこれはアウト。先ほどドルーズと同じような形になりました。アウトになります。こう石井選手というのはね、はい、このジャンプのこう上がり際、降り際でこう時間をね、はい、体力なんか使いながら打ったりできるんですけど、はい、今ちょっとジャンプが落ちているような感じがしますよね。昨日やはり、まあ、激戦を戦っていますね。ここまでかなり積み重なっているかもしれません。さあワンタッチ取りましたよ。さあライト、さあ拾った。あドルーズのスパイクをかけてそして最後はバックアタックだ。このコンビネーション、あここはホイッスルが鳴っていますが久々にポイント。いや今はうまくバックからの攻撃 JT にミスが出てしまいました。そうですね、このやはりこのミスを誘発するのは先ほど杉山さんからもありましたけれども、このそれだけ久光がプレッシャーをかけているというところですか。そうですね、いろんな攻撃を今も仕掛けてね、JT がバタバタちょっとしますよね。あーっとそしてブロックだ。田中を捉えた金田レオ。今の場面はもう田中が打とうとした、あでも今これそうですね、坂井が正面で低いところなんですが、アキンダビオの中をさらに打とうとしたんですかね。でもストレート、うん、今までだったらストレート打ってたと思うんですがね、クロス狙っていきましたがそれでもアキンダビオのブロック、ここはアキンダビオがいる。決めていく。あこれは久々何か流れが来ている。早くも JT がタイムアウトを要求しました。ブロックでそしてアキンダレオのスパイクがいい形で決まりました。久光なんか JT の方がちょっとチグハグしたプレーが見られますよね。今の例えば田中がアキンダレオの方に打ってしまった、はい、今までの田中だったらそういうのストレート、ストレートの境の上を狙っていったわけですよね。そうですよね、はい、それがなぜかアキンダレオのところにまっすぐ打ってしまった、はい、うん、やはりこのプレッシャーファイナルの舞台というのもあるかもしれません、ね、ここまで打ち続けています田中。やっぱり久光が、うん、例えばレフトだけじゃなくて最初にこのゲームでバックアタックで打ってきて、はいはいはい、井上ありましたね。ブロックが全然ついていかれなくて、なるほど、あの一本はなんか大きかったような気がしますよね。そうなんですね、こういうところで効いてくるわけですね。バックもあるぞとなるとやはり JT 迷うわけですよね。そうですね、さあ攻めていく。あこれもやや乱されました。さあ田中はよく上げた。石井が上げてそして井上有沙ストレート、林琴音よく上げている。前に落としていくがこれについています久光です。アキンナデを返すだけになった。 JT は田中瑞稀うまく当てていくがこれも拾っている。
そしてライトからアキンナリオ。このねラリーの中でもアキンナリオ使えてますもんね、はい、だからボールラリー中のボールがこうセットに持ってけてるってことなんですよ。あ、そうなんですね。そういうふうに見ると久水の状態は全体的にいいですよね。そうですか。まあ昨日も5セットを戦っています。さあその中でもいい状態で、さあそして対して JT はここで西川由紀を投入しました。田中に変えて西川です。高さは出ます。やはり田中少しこれは疲れたという判断かもしれません。西川由紀が入りました。その西川がまず狙われます。さあライトからドルーズ、これをトエが上げている。あ悔しい、今悔しい表情のトエでしたが、でもトエが入ってる位置がレシーブの位置がすごいです ねそれでも決めるに、はい、決めるドルーズですね。ドルーズに対してポジション取りをして、はい、それでも、ドルーズが決めていくということですね。さあ5対2になります。序盤からまず差がつき始めました。このセットサーブに下がっているのは今日の試合何本も崩していますこの芥川です。トエよくここは返した。崩した。さあこれはホイッスルですが、 JT に今ダブルコンタクト、久光にダブルコンタクトのミスが出てしまいました。こういったミスで少しまた流れが変わっていくことがありますよね。そうですね。これでまたじりじりと JT がついてくるような気がしますね。2点差です。そして芥川のサーブです。芥川のこのサーブというのが何かやはりプレッシャーになっている部分があるかもしれませんが、いや乱されました。井上返していきます。さあドルーズがいる。さあブロックが来ていますが石井よく上げた。そして2段のトスは井上、あ打ち切りました。ブロック当ててよくいきました。芥川のサーブで苦しみましたからね、なんとかしのぎましたね。これで3点差になります。さあこの少し苦しんだ芥川のサーブ、これをしのいでアキンラレオがサーブに下がりました。お乱しています。ここもやや動かされました。西川がそこで決めていく。変わったばかりのこの西川が決めていきました。ブロック境の低い方ですね。ここは境の上をよく決めていきました、はい、脇をうまく切りましたね。よく見えてますよ。吉原監督も今シーズンこの西川あるいは今日控えの和田、この若い2人の成長今シーズン非常に大きかったんだという話をしています。さあこの大舞台で西川が入ってチームに流れを変えていけるか。ライト側から浜松ですがこれはわずかにアウト。浜松がね少しボールかぶってしまうというか頭の後ろでボールが、はい、トスを捉えてしまって難しい体勢で、うん、そうですね打つことになってしまったわけですね。これで1点差。さあそしてドルーズのサーブです。ドルーズのサーブは戸江よく上げますがこれはなかなか難しいボールだ。こちら小畑よく上げて、そしてこれはホイッスルが鳴りました。 JT にダブルコンタクトです。そうですね、今もみが棒の落下点に入るのがちょっと遅れたんでしょうかね。そうですか。手が滑ってしまった、昨日はスタートから失礼、ここまで対戦ではもみがやはり出続けてきていますが、さあその中で今日は控えから入りましたもみですが、これはアウトになって、さあ久光がこの4セット目最初のテクニカルタイムアウトは3点リードをしています。序盤これもうすでに JT は1回タイムアウトを使ったんですよね。そうですね、ちょっとこの3点がなかなか今回は、はい、縮められないですね。この今日の対戦でいうとこの3点が大きいですよね。大きいですね。なかなかもう1点差2点差という今日はこのゲームで来ています。ですから3点差ですが、さあ JT としてはどうでしょうか杉山さん、はい、今ね西川が新しくね、はい、入りましたね、はい、入りましたから田中に変わって、うん、でここでねあの西川にトスが上がるケースも多くなってくると思うんですよ、はい、でそこでは西川がどれだけ応えられるか、はい、うん、そのあたりがポイントになってくるでしょうね。そうですね、若い西川がさあこの大舞台でどれだけ決めるか。
今年も日本代表にも招集されました。今西川を中心に円陣が組まれています。さあ他のメンバーもなんか西川にこの声をかけて西川が打ちやすいような体勢作っているようにもそう見えますが、さあサーブレシーブでもおそらく狙われます。その中で攻めていけるか。栄のサーブです。ここは芥川、失礼しました、林が取りました。林はカバーに入りました ね、 ね、西川に対して今狙われるところカバーに入りました。このあたりが JT はさすがですよ ね、 ね、誰が出てもやはりこれ全員で取り切るというですね、うまくカバーに入りました。そして西川がサーブに入ります。西川がサーブに下がります。さあ2点差、奥を狙っていく。戸江がよく上げた。そしてクイック、これはタッチをかけています。ブロックタッチをかけて、そしてレフトから林琴奈です。ここは決めた。まあ、なかなか今日は苦しみ続けているこの林なんですがそうですね、今ねこのうまくちょっとね、はい、軽く空いてるところに落としていったんですよ。そうなんですね、ちょっとほっとしたような表情をしてましたよ。やはり決めるとこれだけ苦しい中決めるとやはり一本でも大きいかもしれません。さあ拾った、よく上げた小畑。あった、あ今度はブロックだ。本当はね林は当ててリバウンド取りたかったんですよね、はい、あここはうまくシャットしました。ちょっとトスが離れてましたからね、ちょっと難しかったですね。やはり難しいボールが来ましたが、その中でシャットを食らいました。これで2点差。小畑またいいボールを上げ続けています。そしてシャットが上のコンビです。今レフト苦しむ中、やはりこの1本でもミドルを伝えていくと大きいですね。そうですね、さあモミーが入ってコンビネーションが、ねええ、ちょっと安定するかもしれないですね。やはりモミーが今日今シーズンはスタート出ることが多かったですから、合わせていくという意味では合いやすいかもしれません。タットダウンがサーブに下がっています。ここは乱されていますが、さあ石井はブロックに前来ています。今度はライトから中川クロス、ただ西川よく上げている。林が前に落としていきますが、おっと、あこれは久光にポイント。あこれでまた2点前に出ました。ライト側をうまく使いました。 JT はもったいなかったですね。そうですね、浜松が、久光はサーブに下がります。前を狙っていきますが、小畑がここは綺麗に返している。バックを使っていく。あこれはネットにかかった。これ、ね、今 JT の攻撃が、はい、あの相手のブロックを、ね、ノーマークにしたんですけどね、自分たち自滅しちゃったんですよ。あ、はい、あそういうことですね。ちょっと JT の方が、はい、モミーはいい形で打たそうとしたんですが、さあそしてここはドルーズに託していきます。やはり少しバタついたところ、もう1点が欲しいというところ、やはりこのドルーズ、ね、このドルーズで、まあ立て直して1回切って点数、はい、サーブを取り戻してというところなんですよね。そうですね、これで2点差です。やはりどんな場面でも頼りになるのがこのドルーズ。モミーがサーブに下がりました。中川よくここは綺麗に返して、ライト側から押し込んでいきますが、小畑がよく拾っている。そしてドルーズ前に落とす、つなげるか、よくつなぎました、よくつないで返した。さあ1枚半、そしてこの状態の中、いい状態の中で林が決めました。ラリー中に早い2段トス、早いトスが来ましたよ ね、 そこでも決めていきました林。いいコンビでした。これで1点差になります。サウスポーセッターもミーのサーブが続きます。やはりもう3点以上は空きませんね。そうですね、1点差。さあモミーのサーブの狙いですが、ここやはりまた中川ですかね。ライト側中川がいます。アキンラデオがフロントにいますので、中川を狙ってということでしょうか。あここは戸江が取りましたが、中川、おっと中川ストレートですが、これはアウトか、ちょっと狙いすぎたんですよね。そうですね、このストレートコースはアウト。これで JT が追いつきました。わからないですね、全くわかりませんね。
もみのサーブ、ここは中川取らされました。アキンラデオがいるが、ここは決めていく、うん、これ2枚ブロック前提に飛んでるんですけどね、アキンラデオに対してですね、アキンラデオに対してその上ですね、それでも決めていきますね。アキンラデオがフロントに上がってきたローテーションですが、さあ中川がサーブに下がります。サーブがいい、崩し続けているこの中川のサーブです。これで久光としては離したいところです。アキンラデオ前にいます。その中で JT は石ブロック2枚来ていますが、さあこの切り返しはドルーズがいる、ブロック、石井が止めた。ドルーズに対するトスがちょっと短かったんじゃないですかね。あ、そうですか今。なのでドルーズが走り込んで、はい、あ、中にちょっと走り込んできたわけですね。あ、今アキンナリオですかね。そう、アキンナリオがもう中にブロック待ってますからね。はい、これで止めた。ドルーズをシャットしました。2点差になりました。ここは林がいますが、これはブロックタッチにかけています。切り返したアキンラデオ、ここは決め切っていきます。さあこれは JT はタイムアウトを要求しました。3点空きましたからね。ここは3点ですね。これで JT はタイムアウトを使い切っています。このセットもうここでもう早くもやはり JT としてはタイムアウトを使いましたね。そうですね、もうこれ以上リードされたら追いつけないと、はい、この3点差、もうやはり今日のゲームは3点あると厳しいというのはやはり両チームともありますよね。そうですね。さあ JT ですが、杉山さん、はい、これはどうしていくことになりますかね。ワンタッチ、いい時はワンタッチ、アキンナリオのボールをワンタッチ取れてるんですよね。かけますよね、はい、今はね吸い込んでしまってるんですよ、はい、だからもう一回ねブロックをね、きちっと間を締めてワンタッチのタイミングよく、はい、ワンタッチ取っていくってことですよね。まずそこですか、はい、決めさせない、簡単にまず一本決めさせないという。そうですね、締めてタッチを取っていきたい。アキンナリオにプレッシャーをかけていくってことですよね。あ、そうなんですね。さあ中川のサーブです。あ、ちょっと短い。ここはドルーズだ、よく上げた、つないでいます。押し込んでいく。さあ林ですが、あ、決まりましたね。非常に速いテンポのスパイク、ここは決めていきました、はい、ああいうやり中でも速いトスでね、はい、とブロックが少し割れますので、ね、その間を追いつけない、追いつく前に決めてしまうということですよね、はい、今もアキンナリオが追いついたけれど、はい、高さがずっと低くなりましたよね、ブロックの高さが。そういうことですね、はい、ですから林はテンポのスパイクがいいのかもしれませんね。そうですね、はい、2点差です。トエ、ここはよく返した、アキナデがいるが、1枚1枚、石井、もう一度石井だ、コースを変えていく。西川よくここは当てて出していきました。西川後から入ってきて頑張ってますよね。そうですね、いい働きしてますよ。非常にいい仕事をしています、西川ゆきです。セッターからいつでもチョイスしてもらえるような、そんなスパイカーになりたいと西川も話しますが、この大舞台でもみも託していきます。先にラデオがいる、ワンタッチをかけました、ブロックタッチをかけて、さあつないでいます。チャンスボール、久光はチャンスは、ここはアキンラデオか、アキンラデオ決めていく。やはりここもアキンラデオ連続。今このアキンナリオのスパイクがもうジャンプの折り際に打ってるんですよ。あ、これそうなんですね。折り際まで待ってギリギリのところで打ってるんですね、はいはい、高いところではなく折り際で決めてる。でこれだけ幅時間を使われると、はい、なかなかブロックは、ね、つけないですよ。難しいんですよね、手の位置難しくなりますが、ここでこのサーブアウトになります。ただ久光もいい形の攻撃が出ています。さあ芥川です。芥川はこのサーブで JT はプレッシャーをかけていきたいところです。久光はこの芥川のサーブでプレッシャーをかけられていますが、ここも中川取りました、ブロックがあります。あ、うまくブロックを当てていきました。これでよく井上が取りました。2回目のテクニカルタイムアウト、久光2点リードです。4セット目、2セットをすでに取っている久光。さあ2回目のテクニカルタイムアウト、2点ですが、まあ、久光はリードしています。
この2点差どうなってきますかね、この終盤。あのね、久光がもう2セット取ってるんで、はい、20点超えてくると、もう久光の選手たちの集中力がぐっとこう上がってくると思うんですよ。気持ちにも余裕も出ますし、そう、はい、だから、うん、それまでにとにかくまず追いつかないと、ね、なるほど、はい、久光が20点取るところまでに JT を追いつかなければいけない、その20点を超えた後だとなかなか難しくなるわけですね、心理的にも。これを取れば、はい、この試合勝ちますからね。そうですね、そうですよね。なんとしてもですから、ここで縮めなければいけませんね、はい、ここで追いついておきたい、はい、ところですよね、さあ追いついていけるか JT。 久光はアキンラデオがバックに下がるローテーションになります。そして JT はドルーズフロントです。さあここでこの2点差を追いつきたい JT。 小畑がよく返した。そしてタットダオ、今ブロック疲れたんですけどね、疲れを吹き切りましたね、よく決めました。モミとはよくコンビが合ってるようですね、はい、そうですか、タットダオのコンビ、うん、モミもタットダオへの B クイックは自信を持っていると話をします。さあこれで1点差、ドルーズのサーブ、あーここ乱されました、乱されて、さあ井上ですがブロック2枚来ています。あーここは決めた、うまいですね、決してね、強打で打ってるわけではないんですよね、はい、いないとこいないとこ打ってるんですよね、よく見えてるということですよね、はい、2点差になります。さあ久光が2点リード。そして昨日から連続ポイントが生まれるこの栄のサーブのローテーション、ドルーズがここでまた一段ギアを上げました。これで決めた、バックライト、この強力なうまい間ですね、間ですね、はい、見事に間抜いていきました。これはただ今のボールがアウトではないかという久光からのチャレンジです。今のドルーズのスパイクが入っているという判定でしたが、さあそれに対して久光がビデオ判定を要求しました。ボールのインアウトに関するチャレンジです。ボール入っています、入っていました、ドルーズのスパイクは決まっています。さあまた1点差、分からなくなりました。非常に1点の重みが大きいこのファイナルの1戦目。西川のサーブ、ここは戸江はよく返しましたが、井上打ち切っていく、ブロックアウトを取りました。よく取りました。今ドルーズに決められた後、ここは何としても取りたいこの久光の1点でしたが、井上よく決めました。そしてサーブに下がっています。石井がフロントに上がってきます。あーっと、ここも今前を狙った低い位置を狙ったサーブですが、これはネットにわずかにかかりました。久光はもう切り替えですね。さあ JT はここでタットダに変えて目黒がサーブに入ります。目黒がサーブに入りました。さあ久光はここはまずサーブレシーブ、ここで追いつきたい JT ですね。そうですね、 JT ですね、 JT としてはここの1点もぎ取りたい。戸江がただよく返しています。そして石井です、ブロック取った、あーここはブロック追いついた、もみですかね、あタットダウですか、タットダウ、いやタットダウ今下がってますよね、ですから今芥川ですかね、いやブロックだ、これで追いついた。久光はやはりここはタイムアウト、いや全く分かりません。ここで JT が追いつきました。 JT は後から入った選手はね活躍して、そうですね、JT はキャプテンの小畑も話しますが、誰が出てもどの状態でも強いのがこの JT なんだというふうに、その強さなんだと話をします。誰が出てきても同じように強い、これが3連覇を目指す JT の強さです。ただ3連覇、その3連覇というのは本当に難しいというふうに小畑も何度も話します。勝ち続けることの難しさを感じ続けたシーズンと話しました。
まさにこのファイナルの舞台で勝ち続けることの大変さを今身に染みて感じているこのファイナルの一戦です。1点を取ることも苦しむこのファイナルの舞台。さなくんがよく返して、そしてクイックだ。さままつクイックを見せた。ここでいいスパイクでしたね。見事なコンビネーションでしたね。浜松はね、十分な体勢で飛んでるときに空中バランスがすごくいいんですよね、はい、そうですか。これ体幹の良さとかということですか。いや、いい状態で決めました。そしてサーブに入ります。白沢です。崩せるか。あ、ここは乱した。その中で林ブロックにかけている。苦しいながら、さあ JT はドルーズブロックだ。あ、ここはブロックアウト。今ねトスが結構前の方に行ったんで、ドルースの打点がだいぶ下がったと思うんですよね。なるほど、はい、その中でもよく打ち切りましたね。高い位置で手に当たったわけじゃないんですよね。そうですね、いい状態で打ったわけではないんですけどね。また追いついた。やはり JT ここは追いついた。モミーがサーブに下がります。ドルーズがフロント。もうここはドルーズ勝負か。おっ、金太郎に対して小幡よく上げた。この一本、うわっ、林ここは決め切った。これは大きいですね。今決めました。林こういう、まあ、いわゆるファインプレーって言われるものが、はい、一番大事なところで出せるのが強さですよね。あ、こういうところ、これはすごい、ここはよく、これは小幡がよく上げて、よく上げましたよ。そしてでここで林、今まであれだけ決まってなかった、この林がブロックアウト、よくブロックのね、この細かいとこ狙ってね、はい、手に当てましたよね。杉山さんが今日はデータで分からないところが出ないところが JT なんだというんですが、こういうところですかね。そうなんですよ。あ、でこの今のプレーをどこで出すかっていうのが大事なんですよね。でこれがその終盤のこの勝負どころで出てきた、一番大事なところで出せるっていうのが JT の強さですよね。そうですね、これがJT がやっぱりトップである理由なんですね。そうですね。そして前に出た。このまま JT は走り切るか。サミスが追いつくか。あ、金田デオン託された。ブロックだ。ただここはサミス、今サミスのポイント。さあサミスも追いついた。今いいブロックが出ましたが追いつきました。そしてサミスはサーブがいい中川のサーブになります。ここは返せるか JT。 中川のサーブ攻めていきますが、よく返した。そしてドルーズがいる。ドルーズが決める。いいですね。そしてここもドルーズが決めました。やはり今ブロックなんとか銀台を来ているんですが、そこを決めましたね。いいコースですね。はい、いいコースでした。また JT が前に出た。21対20、20点台に乗っても全くわからない展開です。久光はこのセットを取ると先にファイナル勝ちということになります。さあこのサーブきれいに返している。アキンラレオが走っているが、バックから井上よく見た。アクタがよく止めた。そしてもう一度アキンラレオ、アキンラレオが決めました。ドルーズ、そしてアキンラレオ、決めてほしい選手、決めるべき選手が決めています。さあ21対21、全く分かりません。石井のサーブ、ここは乱したダイレクト。あー、ここでミスが出てしまった。石井が、他はなかなかねジャンプが上がらなかったり、ね、はい、確かサーブで活躍してますよね。そうです、今日はそうですね。昨日から試合に出続け、サーブレシーブを受け続け、苦しむ中でサーブで見せている石井幸。あ、よく上げたが、これは追いつけないか。この勝負の場面で代わって入った若い西川幸の一本が同点に追いつきました。そしてタットダをコートに戻ります。芥川に変えて、そして和田ですね、選手交代で、そして和田が入ります。和田がコートに入りました。22対22、
サミツはアキンラデオがフロントにいます。和田のサーブの狙いはおっとやはり石井か。ここは中川上げて、そしてアキンラデオだ、決めた。今アキンラデオで来るのはおそらく分かっていたと思いますが、しっかり飛びましたがね、そこでもアキンラデオが決めていきます。3点目が久光に灯りました。レギュラーラウンドは最終節で最終戦でひっくり返してファイナル3の権利をもぎ取った。そしてゴールデンセットを昨日勝ち抜いたこの久光が23点目、うっす、決まりましたね。そこの中でドルーズ簡単に勝たせるわけにはいかない。レギュラーラウンド1位の JT、さあドルーズ決めてバックに下がります。さあただ杉山さん、これバックに下がってももう JT はこれドルーズ勝負ですね。ドルーズですね、はい、ドルーズに対してそのサーブどうするか。石よく取りました。ライトから浜松、このスパイクは決まりました。ラインいっぱい決まっている。これでマッチポイント、ファイナルの1戦目先にマッチポイントを取った久光、逆転に次ぐ逆転でここまで勝ち上がってきた久光。さあライトからドルーズよくかけた、ブロック取って、さあ切り返しは井上、よくつないでいます。ああこれはただ難しい、ドルーズ打つ、アウトか、タッチはありません、アウトになった。久光がファイナルの1戦目も先に取りました。大接戦のこのファイナル1戦目、第1セットは25対23、第2セットはまた25対23、今度は JT、 そして3セット目25対22で久光、4セット目も25対23、大激戦ファイナル1戦目久光が取りました。杉山さん、はい、もう本当にすごいですねっていうしかもう言えないんですけど、いやすごい大変な試合ですね。大変な試合です、もう点数はとにかく離れないですからね。そうですよね、よく久々勝ち切りましたね。本当によく勝ちました、激戦になりました。 JT はレギュラーラウンド1位通過、このファイナルから登場ということになりますが、昨日もファイナル3で激戦を勝ち抜いた久光がファイナル先に取りました。この久光の勢いは止まりません。これからコート上では勝利者インタビューが行われます。さあ久光、今日は誰がインタビューをすることになるんでしょうか。今日は VOM は